じめましての皆さん、お友達さん、こんにちは、トットです。今日もアウトラストの続きから頑張りたいと思います。始めます。続ける。そう、進んだんだよ。なんでじゃん、エレベーターを降りて進んだの。なんか研究所みたいだな。なんだろうね、ここ。オルムバッタ。な、後ろは何か乗ってるか。じゃない。怖い怖い。怖い怖い。え、これはエレベーターとかではないの？え、ちょっと待って。暗いの嫌い。ブロック A。 なんだろう、怖いな、もう。病院？レントゲン？なにこれ、内臓？なんだこりゃ。何も触れない。何も何の部屋？どうせまた追いかけられてくる感じかな。窒素かなんか。あ、気持ち悪くなってきちゃった。あれ、あ、こっちに来た。あ、こいしょ、赤いな。右から行く女なんだけど、何でもない。開くのかな、いつも。暗い。怖い。怖いよ。
どうしたの今の。なんでお化けが助けてくれた感じの感じ？違うの。びっくりした。怖かった。でまたここ行ったらまた幽霊がババババって出てきて。ここはもう開かないの。なんでお化けが出てきたから。私は死ぬようだや、そううまくいかない。罪より長く生きてしまったわ。どういうわけだから、私が。何言ってた？彼が面倒を見てくれた。俺は父親だと思っているのかもしれない。彼に愛されている、バカ。何このコロコロに乗ってる。ナノハザードの警告だ。実際の機械、我々はもう何十年と技術を持ち続けて調べたところ、調べたところマルコフは回避する人体の細胞をナノサイズの工場に変えた。物質を産生するのは細胞本来の機能なんだから我々は心や体に命令を送り早い。ただそれを我々がコントロールできると考えていたこと自体間違いない。おこがましいことだった。何を言ってるの？人体実験のこと？彼を止めてくれ、ビリーを殺そうとしてるんだ。生命維持装置、麻酔を切るんだ。私がこれまでにしてきたことはなかったのだ。彼が生きている間は何人たりともここは彼でられない。君は彼を殺さなければ。主要研究室でビリーを見つけましょう。セーブ中ってなったけどさ、ビリー。我々はこのようなものを1944年に作り出した。独裁者たちは精霊によるものだと思っていたからそう信じ込ませてやった。実験的に何かしらの守護の世界が存在すると期待させて独裁者たちを自害させた。バカと思う。アラン、かわいそうに彼の夢から作り上げたものを泣きながら見るだろう。何を言ってる？ちょっと待って。ウィリー、主要研究室。主要研究室ってどこ？ここはただのギャラ？シャワーか。何もないな。キモい。一個一個見た方がいいのかな。
調理場か。どこに行ったらいいのかわかんない。ここカフェテリアみたいな。あ、ここ来たか。気持ち悪い。わかんないし。ってとこと今。じゃあ行っちゃいけないんじゃないの？ピリーってなるんでしょ？だって。あれ？え、私バカだって方向音痴だから。ゴリライモンみたいなのボコボコにしたの出るわけないじゃん。なんかどっちだっけ。どうやって逃げればいいのあれ。ほら来てるじゃん。どうしたらいいのこの子。おっかねえやつすごい追っかけてきてんだよ。痛いんだ。でもさ幽霊だからさババババーンってさすぐ来るじゃん。怖い。どうしよう。ちょっと待って。ドアを閉めればいいって感じ。どうしよう閉めちゃうんだから。いいだ。あー怖い怖い。あー怖い怖い。あーやだ。なんでやだやだやめて。どうしよう。来ちゃうよ。来ちゃったら大変。あ、なにこっちでいいの。来ちゃうよ。お化けが来ちゃうんだけど。なにやだ。えー大変だ。どうしよう。あれ？どこから来たのかわからない。あ、なんか持ってる。はい、なんか持ったの。兵士の血。こうやってお前は死ぬんだ。内側からズタズタのボロボロになっている。コンクリートの壁には脊髄の飛び散った跡が。クリス・ウォーカー、お前は地獄から逃げ出したんだな。神に誓うがどういうわけか、お前が他には見つけなかったことを願うよ。あいた。え、これもしかして、もしかしたらさ出られるんじゃないの。ほらなんかそんな風な。何をどうしたらいいのさっぱりわかんない。出られない。ほら新しい目標やった。左側の、いややかった。ちょっと左側のサブ駅のタンクのバルブを閉めましょう。左側リーダー。
何これちょ、左左タンク、タンクどこ、タンク、タンクのバルブ、タンクこれタンクのバルブって何、バルブって何、バルブってち何ちょっと待てよ、タンクのバルブって何をどうすればいいの、え、何タンクのバルブが分かんない、わかんない、なんだかわからないね、開かないしね、あー、酔う酔う酔う、セブチュってなった、なんだろう、タンクのバルブって、なんだかわかんない、ぐちゃぐちゃだし、
来年供給室ってどこ？すごい逃げなきゃいけない。第二研究室がね、わかんない。で、超追いかけられてるの。お化けに追いかけられてるんでしょ、私、多分。どっち行くんだ。あれ行けないだっけ。お化けが来るんだよ。どうしたらいいの。なんでよ。また同じとこでギャーギャーで。テレーだ。またテレーだ。ね、なんでこっちに行っちゃいけないのにさ、こっちに行っちゃうんだろう。ってなってさ、絶対行けないじゃん。一体なんでここが閉まってんの。ほら、もう追いかけてきてるんだよ。でさ、もうさ、パニックっちゃうの。私ね、ダメなんだから追いかけられん。ドアを閉めればよかったってこと。どっちからやってきたのかわかんない。さあもうこの時点で、あ、こっちだっけ、あっちだっけ、どっちだっけ、キャー、あー、あ、こっちだ多分。え、全然わかんない。あ、こっちなんだきっと。え通れる。はい、じに通りましょう。はい、頑張れ頑張れ。え、ここでこの子からビビるんだけど、はい、ビビー、どっちどっち、どっち、超やだ、超怖い、超怖い。ただ握ってるだけやん。おでんだけでんだけってなんて、お風呂で太鼓みたいな音が苦手でしょうがない。いやー、何、どこまで上がっていけばいいの。あー、もう目が回って気持ちが悪くなりそうなんだけど。あーだ、もう太鼓や、暗くて見えない。ビリーのライフポットの安全装置を無効にしましょう。それが何だかわかんない。ビリーのライフポット、ビリーのライフポットってあのさ、なんかさ、丸いさ、金魚鉢みたいなやつとかな。なんだかよくわかんないけど、なんかさっきさ、下でさ、金魚鉢にさ、なんか入ってみたじゃん。それのこと？あー、暗い暗い、怖い怖い。もう、それでさっきのがビビンと出て、開いちゃうよ。こっちで。助けてください。
だよこれ。でれー、わかんない全然。あの丸いの自体がライフポットなの。これ。あった。まだ。何が起こってる。もうめちゃくちゃボロボロなんだけど歩ける。命からがらだ。出て行け。気を失う。マジで。やばいかも。大丈夫、やばいやばい。やばいよ、ほんと。倒れちゃう、倒れちゃう。あ、もう目かすんでるじゃん。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ、頑張ろう、頑張ろう。もう早く出ていこう、こんなと。なんだかよくわかんないけど頑張りました、トットちゃん。ひぃー、怖すぎなんだ。早く早く。ちょっと誰かオロナミン C 持ってきて。あー、ちょっと本当に倒れちゃう。あ、いた。こんなことされんの。超頑張った時に撃たれた。まさか。痛い。ゴッドヒムル、宿主はお前になった。You have become the host. Is that what is that thing?See?
と待って。全然納得いかないんだけど。終わっちゃった。ちょっと最後どう、このさ、エンドスクロールの後に何かがあるかないかだよね。なんかさ、最後がさ、あの、すごい頑張ったのにさ、ダダダダ撃たれてさ、死んじゃうの嫌だなぁ。アウトラストっていうか、これ、私がバッドエンディングだったっていうこと？ちょっと。終わっちゃったんだけど。いやー頑張ったんだけどな。結構うわー、なんていう後味の悪さを引っ張るゲームなんでしょう。でもさ、解決しちゃうの？なんか牧師が神になるとかってさ、本当に終わりなの？ポイント。わあ、終わりました。あ、本当にスペシャルサンクス出てるからもう終わりだ。あら、終わった。やったー、終わったーっていう気分には。慣れないゲームでした、はあ、終わり。え、なんかまたメニュー画面に戻っただけなのかな。うわー終わったね。くるくるなってるけど多分そう、メニュー画面に戻ってるだけだ。本日も長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。難しくて怖いゲームでしたけど、なんとかグッドエンディングなのかバッドエンディングなのかわかりませんが、無事とは言えませんが終了まで行くことができました。最後の終わり方がどうかなと思うんですけど、多分パッティングだよね。次回からまた新しいゲームをやっていこうと思います。面白かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃ、またねー。ありがとうございます。